なんかそこら中もやがかかってるし、進んでも進んでも同じとこ回ってる感じ。そんな、子供の足でも小一時間かからない小さい山の中ですよ。まさかこんなところで私たち遭難しちゃったの？嘘。普通ならば考えられない話だ。だが我々はつい先ほどまで気を失っていたからな。確かにこんなところで遭難などありえない。ありえないことが起きたなら原因も必ずある。じゃあ一体何が？これはあくまで推測だが、例えば我々が何らかの有毒ガスを吸ったとしたなら。え、やだ怖い。それが原因で方向感覚が狂うことも十分にあり得るし、遭難の一因であっても不思議。私が気づいた時は季節外れの彼岸花の咲き乱れる木立の中に一人立っていた。そこで君たちの声を聞いて駆けつけたのだが、私と会うまでの記憶を君たちは持っているかね？確かにちょっと記憶も曖昧ですし、周囲は妙な霧に包まれてますが、でもどうして？さて、その原因を探り、ヒントをつかみ、検証し、論証を重ねて解を得るのもまた学級の一つかな。引率の先生じゃないんだからさ、今はお勉強はいいよ。お家に帰りたい。帰還できてもキャンプの宿泊所だし、自宅はまだずっと先だろ。理屈言わないで。もうやだ、足が棒になっちゃったよ。今はそんな弱音を吐いてる場合じゃないだろう。帰りたいなら自分の足で歩くしかないんだ。そんなの当たり前だし、別におぶってくれなんて言ってないから。まあまあ、無駄な争いは体力を消耗するだけだからね。なんだったらサキ君は私…いいですよそんなの。当たり前だ、教授に気を使わせるようなことを言うんじゃない。教授も彼女をそんな甘やかさないでください。君も年長者なら頭ごなしに叱るのではなく、彼女を導いてやってはどうかね。とにかく今ここにいるのは我々三人だけなんだ。お互いで助け合わないとな。それはそうですけど。葵ちゃんたちどうしてるんだろう。さっきまで一緒だったミュウちゃんって子も。何今の。この辺りならさすがにクマじゃないでしょうし、サルかイノシシでもいるんですかね。どうだろう、警戒は怠らないようにしないとね。こっちよ。
これって生き物な、あなたたちって教授、こんな生き物いるんですか。そんな、まさか。あ、これってもしかして伝承にあった例のその獣神ってやつ。嘘。まさか実在したんですか。そんなありえない。そんな本当に。あのね、もしもーし、獣神さん。こら、不用意に近づくんじゃない。だって神様ならもしかしたら言葉も通じるかなって。なんだ。まずい、危険なやつかもしれない。うわ、こっち来た。いやだ、あっち行って。私たちこいつに追われてたのは凶暴なやつよ。いかん、サキ君危ない。そんな、教授！嘘でしょ？私をかばっ…いやー、いっぱい来た！早く教授を助けないと。怪物どもが教授に群がって。来るんじゃない！私にかばっ…でも…このままじゃ危ないよ。お願いだ、修士君。教授…行くぞ、サキ君。いいから逃げるんだ、さあ。そんな。それでいい。大人の私が子供たちを守れないでどうする。修士君、あとは頼んだぞ。待ってよ、修士さん。教授の思いを無駄にするんじゃない。逃げるぞ。脅かさないでくれよ。タクマが起きたの見えたからついてきたんだ。タクマは何してたんだ。何ってことはないけど、ただ昨日は大変な一日だったなって思ってたんだ。僕たちは課外キャンプに来ただけなのに、いきなり岩みたいな化け物に襲う。ゴツモンだ。そう、ゴツモンに襲われてなんとか逃げたと思ったら、校舎はでかい雲、毒蜘蛛だな。次から次へとわけのわからないことばかりで頭がつい…そう？タクマは頑張ってたと思うぞ。必死だっただけだよ。さらわれた仲間を助けられたのは春の協力があったからだし。みんなびっくりしてたな。お化けじゃなかったのに。
あれはしょうがないだろう。二人と会った時は僕だって驚いたよ。昨日は結局疲れてすぐ寝ちゃったけど、考えなきゃいけないこと。毒愚問みたいなやつが他にもいるなら、自分の身を守る方法を考えなきゃいけないよ。戦うなら僕に任せて。ありがとう。僕自身も強くなる方法を考えてみるよ。あとは救助を待つ間ここで生活することを考えると、たくま、やっぱり僕一人で考えててもしょうがないな。ああ、そうしよう。あんなことがあってよく眠れたよな俺たち。まあ昨日はいろいろあったし。はあ、すげえな。朝日の中で改めて見ると本当に廃墟だぜこの学校。あんな化け物と戦ったんだよな。僕もだよ。俺もな。おはよう、たくまくん、みのるくん。あ、葵さん、はよ。おはよう、葵さん。昨日は。ええ、まだ少し疲れているけれど、頭はすっきりしたわ。そっか、ならよかった。ああ。お、りょう先輩、お寝坊ですね。うっせえよ、あんな状況で寝れっか。お前らはグースか寝やがって、おかしいんじゃねえのか。まあ寮先輩はずっと教室にいたり気絶したりして休んでました。なんだと。とりあえずみんな起きてきたようだし、これからどうするか相談したいんだけど。とにかく昨日はいろいろありすぎで、あのままみんな疲れ果ててバタン9だったもんな。つうか、なんでタクマが仕切ってるんだよ。そうだそうだ。いや、なんでアグモンがそっちに回るんだよ。そういうのは年長者でやんねえとな。葵先輩、涼先輩、どうぞ。こんな時だけ先輩って呼ばないでよ。どうするもこうするもどうにもなんねえだろ。とにかく俺はおめえらの引率なんてする気もねえし、器じゃねえ。知らねえ。うん、まあそうだよね。じゃあ葵さんは。ごめんなさい、私も頼りにされる。真面目なのに。それとこれとは別でしょ。そんなことないって。葵は優しいし真面目だし頼りになるって。だから買いかぶりよ。私今だって不安で不安で。そもそも今私たちはどうなってるの。子供だけで一晩迷ってて帰ってこないのよ。きっと大騒ぎになってるはずだわ。なのに。そうか、確かに
ヘリの1台でも飛んでておかしくないよな。朝になっても救援に来てくれる様子もないなんて、一体何が起きてるのかしら。そりゃ山で遭難ならともかく、今いるの校舎だしな。むしろここに人がいない方が不自然だろう。行方不明なのは俺たち以外の全人類じゃねえのか。そんな不安を煽るようなこと。だってそうだろ。見てみろ、スマホも繋がらねえ。どうなってる。人類はもうおしまいなんじゃねえのか。そうでなきゃ俺たちがおしまいって話だろ。確かに、行方不明のガキなんて構ってられない、すっげえ天変地異が起きてるとか。やめてよ。いやだってこの校舎見てみなよ。俺たちが気絶してる一瞬でこれだぜ。周囲の景色まで変わってるんだ。これって何なんだ。異常事態だぜ。パラレルワールドに飲み込まれたか、それかタイムスリップでもしたのかな。謎の超兵器が作動したとか、それで一瞬で校舎が朽ちて地形が変わったとか。いや違うよな。このボロボロさって地震とか爆撃じゃなくて、なあ一体な。しないわ。とても。バカかおめえ。それに昨晩の怪物は何なの。何なのって言うなら言っちゃなんだけど、ファルコモンたちもだぜ。俺もか。とにかく今分かっていることは、人の姿が消えて課外キャンプの旧校舎がボロボロになって、そしてその周辺の地形もなぜか見覚えのない形にすっかり様変わり、そんでもって立ち込める霊の霧で状況がまるでわからない。その霧もなんだか触れると危ないって話だ。話っていうか本当に危ないんだよらしいな。そして何よりここには得体の知れない怪物がうじゃうじゃいる。得体の知れない怪物な。じゃあ何なんだよ。僕たちは僕たち、あいつらはあいつらだよ。だからそれをちゃんと説明。説明できるような僕じゃないからね。そんなの胸を張って堂々と言うなよ。ってことで一番賢そう。うむ、俺か。そうね、お願い。私アグモンじゃ無理。心得た。さてどうしたものかな。我々もまた、ただ君たち人間の世界と我々の世界が別物なのは確かだろう。やっぱりパラレルワールドなんだ。その言葉の意味は俺にもわからない。確かに常軌を逸した状況だとは思うわ。でも異世界かどうかはまだわからないわ。だったらこうして人の手による建物がどうしてあるの。それは人間だけじゃなく建物ごと迷い込んだ。だったらこんなボロボロの校舎じゃなくて私たちのいた校舎じゃない。構造は課外キャンプの校舎と似てるけど、やっぱりここの校舎は別物のように思うわ。それに関しては俺もわからない。野山や木々、岩、海、川、それら自然界にあるもの以外の建物の存在はある日突然現れたと聞く。誰がどうやって。さあ、神と呼ばれる存在、あるいはそれに近しい力を持つ。正しいことなど何もわからないし、何よりこの世界の住民は様々な凄まじい力を持つもの、弱くか細いもの、何でも。つまりお前たちのお仲間が作った可能性すらあるのか。
手先が器用なやつが人間の建物を真似て作ったとか、何かすごい力で人間界の建物をこっちに持ってきたとか。わからない。ただ俺の知っていることを並べるなら、我々の世界の住民は一様ではない。言葉を交わし意思疎通もでき、そしていや実際にどこからか、あ、先の毒蜘蛛、なんで急に姿が変わってそれで強くなったりするんだ。わかんない。外部の影響、人間との接触なんかが媒介となって急激な変化が起こっているのかしら。優位的な選択変化。すごいんだ。うん、俺たちにとってはそれが当たり前のことで、もちろん進化はそれだけに限らないし、人間の子供が必ずあるものはそれによって世界が破壊されるというし、あるものは人間の子供を、いや、この話はよそう。とりあえず俺の知る俺たちの存在に関しては説明でき、ミノルの望むような明確な答えも出せず面目ない。いや、今はそれだけ分かれば十分だよ。十分？何も分からないも同然じゃねえか。要は何も知らないくせに何でもありって、そんなデタラメの何を信じろって。あの先輩の言うことは気にしなくていいぜ、ファルコも。ミノルが言うならそうさせてもらおう。確かにどうしたものかしら。おお、ハルたちも起きたみたいだ。え？ほら見ろよ、あいつまだあの子たちにビビってる。あいつって言うなよ、仮にも先輩だぞ。仮にもってよっぽどひでえな。逃げてった。ハルたちも何か知ってるかもしれないし、一度校舎に戻って二人と一緒にどうするか決めよう。それでいいかな、ファルコも。うむ、承知した。話の続きは校舎とやらの中でしよう。何ちびっ子相手にかしこまってんだよ。おはよう。あ、おはようございます。そういうミノルこそ女の子相手になんだよ。紳士だからだよ。おはよう、みゆきさんだっけ。いい、気にしてないし。うん、りょうは、ああ、あんなとこに。まだみゆきたちといると気まずいんだろう。ギャーッつって気絶してたもんな。つっても隠れるでもなしにあんな隅っこでこっちの方をち。あ、おはよう、みゆきちゃん、はるくん。うん、ことがあったらいつでも言ってね。うん、ありがとう、お姉ちゃん。みゆきちゃんからすれば、気にしないで、お姉ちゃんはずっとああなんだ。そうなの。怖い目にあってね、僕を守ってくれたんだけど、それからずっとああな。
怖い目って。ごめん。それで話の続きだが、じゃあ他には。そうだ、とにかくあの霧は危険なんだ。近づくと本当にあの霧に飲まれたやつはどうなってしまうか分かんない。多分気配ごと何もかも。あ、だったらもしかしてあの霧の向こうに行けば元の世界にか。いや無理。絶対ダメ。やめておけ。そうよ、どうなるかもわからないようなことを試して取り返しのつかないことになったら。うむ、具体的にどうなるかはわからないが、直感的にも本能的にも。まああの霧のせいで気を失ったり変な場所に迷い込んだのは確かだしな。としてもだな。だけど校舎の周囲一帯至る所に霧があるぜ。例の霧がいつどの方向で濃くなってくるか。どこかに行くってどこにだよ。あてもねえだろ。まあね、とにかく今のままじゃ遠出すらできないよ。昨日から飲まずく。何か食べられるものが欲しいよね。じゃあみんなで手分けして校内を探してみま。いや、やっぱ他に人がいないか探すのが先だって。そもそもさ、課外キャンプ参加者じゃないみゆきたちも迷い込んでるんだ。他にもまだ近くに誰かいてもおかしくはないんじゃね。そうだ、そういえばみゆきちゃんたちはどこから。あっち。あっちってどっち。あっち。あっち。そう。ああ、ダメだこりゃ。ガキにまともな話を聞けるわけねえだろ。ついでにそっちの女も幼児。りょうくん、それはあんまりよ。とにかく他に誰かいるかどうかはまだ博打みたいなもんだけどよ。そもそもあの場ではぐれた自分たちがこうしてこの学校に集まれたんだからさ、もしかするとサキや修士さんや教授くらいはこの近くにいるかもしれない。そうか、あの神社の祠だから手分けして探してみようぜ。だからここが異世界かどうかなんてまだわからないでしょ。仮に異世界だとしてもそれは私たちの世界とつながっている世界ってことでしょ。そうとでも考えないと。人間の建物までここに迷い込むなんて。なるほど、どこかで何か境界が曖昧なところがあるかも。もしそうだったら救援が来る可能。それなら迂闊に動くより助けが来る。それは。ええ、だからその間食べ物とかはちゃんと。どうせ救助も来るわけね。え、教授や修士がいるかも。いるかどうかも分かんねえやつ探して。ここでじっとしとく以外何ができるってんだよ。じっとしてても。じゃあどうすりゃいいんだよ。動いたら好転するってもんでもねえだろ。そもそも俺たちは何もしてねえのにわけ分かんねえ。だったら何かすれば元に戻れる可能性あるのかよ。意味もなくうろつき回って危険を増やしてどうすんだよ。
まあ死にたいやつだけ死ねばいい話だけどよ。さて、さっきはああ言ったけど、これからどうしようかな。そうだね。まあ、たくまの…そうだな。
よし、俺が行こう。オイラの番だね。私も手伝うわ。ファイヤープレス。よし、俺が行こう。
らの番だね。よし、俺が行こう。の番だね。よし、俺が行こう。オイラの番だね。余裕だな。